はい、皆さんこんにちは、今日 MC を担当いたしますサッシャです。この時間はやってまいりました、楽天 FC バルセロナラリーガ優勝記念トークライブ。イエーイ、おめでとう。バルサおめでとう。やったね。東京二子玉川のですね、楽天クリムゾンハウスからのなんと生配信でございます。それではですね、2017-18 シーズン、リーグ優勝を果たした FC バルセロナの今シーズンを、配信をご覧の皆さんと、そして会場に集まっていただきましたコアなバルサファンの皆様と、そしてスペシャルゲストとともにお届けしていきたいと思います。それではゲストのご紹介です。今日は時間が足りるのかどうかが心配ですが、はい、芸能界随一のバルセロナファンといえば歌手女優の小柳ルミ子さんです。よろしくお願いします。こんばんは。イエーイ。ルミコって言った方がいいね。いいですね。そしてノリが最高、解説も最高、元サッカー日本代表解説として現在活躍中です、福西崇史さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。福西さん、はい、ありがとうございます。はい、さあということでルミコさん、どうですか、はい、この雰囲気、ちゃんとユニフォーム着てる方もいらっしゃいますけど。いやー、もうね、もうとにかくバルサをお好きな方々でしょ。そうですね、みんな友達です。お、もう今日からあの明日会社行ったら、僕小柳ルミ子と友達ですって言って OK ってことですからね。いや本当に、私はもうバルサ命で、バルサ命で日々生きてますから、はい、だからそういう方々とこうしてね、お会いできるなんて、もう本当にありがとう。ありがとうございます。これからもバルサを応援してください。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちゃんとね、バルサのこれはロンティーですか。これ見てください、かわいいでしょう。めっちゃかわいいですね。これね、あの私去年バルセロナにお仕事で行った時に、はい、探したんですけどなかったんです、はい、あ、売ってなかった。そしたら、あの東京で、私のファンの人がこれをくれたんです。探してたのを公言してたらこれですよねっていう。公言してないんです。偶然、偶然。すごい。だからバルサ愛っていうのはみんなつながってるんですよ。すごい、言葉にしなくても。そうなんですよ。それを今日来てるそのファンの方めっちゃ嬉しいじゃないですか。いや本当ですよね。はい、そんなこうバルサがつないだ、はい、このね、愛ということで今日は来てくださっていますが、さあこの配信ですけれども、楽天市場のツイッター、楽天アリーナの YouTube、 サッカーキングの YouTube、 ツイッター、 Facebook でご覧いただいているわけなんですが、番組の終盤には実は質問タイムがございます。はい、配信をご覧の皆様からの質問、各ストリームのチャット欄で受付中でございます。ルミ子さんと福西さんへの質問が、終わりの方、どうぞ、送っていただきたいと思います。ちなみに会場の皆さんも後ほど質問タイムがありますので、よかったら考えておいてください。さあ、FC バルセロナですが、今シーズン記録的な強さで優勝を果たしたんですけれども、そのバルサとメイングローバルパートナー、そしてオフィシャルイノベーション&エンターテインメントパートナーとしてなっているのが、楽天なんですが、ここで楽天市場事業マーケティング部バイスジェネラルマネージャーの坂本陽次様からご挨拶を頂戴したいと思ってます。お願いいたします。皆さんこんばんは。はじめまして、楽天の坂本と申します。我々楽天は昨年より、FC バルセロナとパートナーシップを締結させていただきましたが、まあ、最初のシーズンをこうラリーガ優勝という最高の形で締めくくれて本当に嬉しく思っております。現在楽天市場では優勝を記念したポイントキャンペーンなど実施しておりますが、まあ、来年もですね、サッカーファン、FCB ファン、あとはスポーツファンの皆様に喜んでいただけますように数多くのイベントを実施したいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。坂本さんでした。はい、そうなんです。今坂本さんからも話がありましたけれども、現在楽天ではですね、バルサ優勝を祝してさまざまな企画をやっているんですね、はい、ちょっといくつかご紹介したいと思います。まずはドン、はい、FC バルセロナのコーチが子どもたちや大人の方に教えるサッカー教室のご招待。なんとバルサのコーチに教えてもらえる。大人もなんですね。そうなんですよ。福西さん、何で教えてもらおうという目で見てるんですか。いやどういうのを教わるのかなってねえ、最高ですけども、行こうかな、ね、行きたくなってますか。応募すればバルサグッズが当たるチャンスもあるということで、楽天市場で税込み3000円以上お買い物された方が対象となるんですね。応募はキャンペーンの特設サイトからお願いいたします。締め切りは5月30日水曜日ということで、まあ、未来バルサにひょっとしたらね、君いいねって引き抜かれる可能性ありますからね。いや、おりますよ、これは。すっごいチャンスじゃないですか、ある意味で言うと、ね、
ぜひともお買い物していただいてこのチャンスをゲットしてください。2つ目ドン、FC バルセロナ優勝キャンペーン。これはですね、楽天市場でお買い物をする際にお得な3種類の企画が用意されています。まずはですね、ポイントが最大41倍貯まるというお得なキャンペーン、そして1日30名様に1000ポイントが当たる宝くじ、さらに期間中に使えるお得なクーポン、こちらはキャンペーン5月30日までということになっております。それぞれのキャンペーンサイトには YouTube の動画ページの説明欄から飛ぶことができます。 FC バルセロナ優勝のこの機会にぜひ楽天市場でのお得なお買い物をしていただきたいと思います。はい、ということでね、どこまでもバルサを応援する楽天でございますね。本当にね、サッシャさん、はい、私あの楽天さんがメインスポンサーになったっていうことを知った時から、はい、なんていいことをしてくださったんだと本当に、はい、感動した、感動しました、そしてすぐにまた優勝ね、まあ、できれば無敗記録でいってほしかったですけど ね、あの試合ね、なんですか、あの5点取られちゃったのはもうショックで、いや俺も行くと思ってましたよ、え、もうこれは行くと思ってましたよ、ね、はい、もうレアルにあの状況になった時に、はい、あ、これも決まったなと思いましたもん。本当ですよね、はい、それがね、4点取っても5点取られる、ね、取られるっていうね、はい、本当です。まあそれがサッカーですけどね。そうですね、だからこそ、まあ、逆に言うと夢もあるということで、そう、また来シーズンに向けての目標ができたわけで ね、本当、はい、いいですね、はい、ね、さあそんな圧倒的な強さで、まあ1敗5分け、あとは全部勝ったということなんですが、はい、バルサ圧倒的な強さでラリーが優勝を果たしたんですが、今シーズンの一番良かった試合、ベストマッチを選んでいただいたんですね、お二人にもね。なんとお二人とも同じ試合を選んでいただいたということで、はい、本当ですか、はいはい、同じ試合って聞きましたよ。そうなので、せーので一緒に合わせていっていただきましょうかね、はい、じゃあ選んでいただいた試合は、はい、せーの、レアルの試合、クラシコです。クラシコ、はい、そうなんです。12月23日、昨年の、はい、12月23日の、はい、レアルマドリード戦のクラシコをお二人とも選んでいただいたということで、はいはい、ちなみに生でご覧になりました？あの映像ですけどね、あの現場じゃないですよ、はい、生で、はい、テレビ、はい、私はあの全試合テレビですけど、はい、生で見てますから。素晴らしい。だからその中から選ぶって結構大変だったんですよ。そうですよね、あの他にもたくさんいい試合あったんで、ただやっぱりクラシコは特別ですから、はい、あれ確かクラシコの時って見返す回数も多かったって言ってましたよねあのクラシコもそうですけど何回も見返すんですよね、皆さんご存知だと思うんですが、昨シーズンのチャンピオンズリーグの、はい、パリ・サンジェルマン戦、はい、私あれは33回見ました。33 早送りじゃないんですよね、しかもね、もうフルタイム、フルタイムで2時間かける33、はい、それはちょっと僕にはできないできないでしょ。できないです。あのみんなに病気だって言われます。いや筋金入りで、ですから何分にイニエスタがヒールで、あのオンゴールを誘うとか、はい、あの全部も覚えてます。素晴らしいそのぐらい愛してるんです、はい。で今年も、まあ、バルサの試合は何回も見返したりとか、何回も見ます。でこのレアルの試合も何回も見たということで、まあ、あの今ね映像ではこれちょっと権利の関係で、はい、ここのシーンでは配信ができないんですけれども、楽天 の、 あの、うん、キャンペーンサイトでね、視聴が可能なのでハイライト映像、うん、ちょっとよかったらあの2画面とかで見ていただいても結構なんですが、です、ね、YouTube の番組ページにリンクも貼ってますから、ちょっとあのお互いのですね、うん、この試合の感想とかベストシーンみたいなところを聞いてみたいなと思うんですが、ルミコさんはどこですか？これはですね、クラシコ初じゃなかったっけ、昼間の。ああそうですね、昼間の、ですよね、うん、それはやっぱり楽天さんの、いや大きいんじゃないですか、影響は、お力ですよ、はい、いい時間に見られるっていうね、やっぱりいい時間に日本でも見られるようにということで、はい、というところでしょうね、はい、これはね、これもねオフサイドだったところかな、あのカルバハルがハンドで一発退場したんですけど、はい、やっぱこうサッカーってやっぱ相手があってじゃないですか、はい、でレアルというやっぱり強豪だからこそバルサの良さが出たりとか、そうですね、緊迫感が出たりとか、選手もより力が発揮できたりっていうこともあり、このゲームはいいよねっていうふうになりますよね。そうですね、はい、あのやっぱりガチでこうぶつかり合うね、プロの、はい、あのやっぱりこう技術を
見せていただけるっていうのがね、やっぱりこう強いチームが同じリーグにいるっていうことが高めていくと思うんですよ、はい、もうクラシコはだって 全世界で6、7億人の人が見ますからね、すごい数ですよね。すごいことなんですよ。だからそれだけ注目されていることを選手たちも分かってるし、 そうですね、その中でプレーしてるってことですよね。そうですね、6億人ってすごいですね。すごいですよね。どういうプレッシャーなんですかね。そんあんま考えてないと思いますよ。本当ですか、はい、ここ外したら入れたらとかないんですかね。もうだってそういう経験者たち、ね、そうそうそう、経験者たちですし、国を背負ってる選手たちですので、はい、そういうのは大きく関係ないと思いますけど、ただ勝たなきゃいけないわけですよ、ライバルですから、そっちのプレッシャーの方が大きいと思います。そうですね、はい、まあ、ちょうどね映像ではスアレスが入れた1点目ですね、54分だったんですね。でもねこれは一番の僕はだからうまいです、個人的な能力高い者同士、うん、で個人の対決でもちろんやるんですけど、それを上回らなきゃいけないわけでしょ、はい、でそのプラス組織的っていうところで言うとスアレスの点が綺麗ですよ、うん、ちゃんとボックス内で、そう、うん、一番最初にブスケツが時間かけて相手を引き出しておいて、うん、そして何か切り返してラキティッチがその間に走る、はい、でラキティッチもそれが分かってるから相手の嫌なところって前ドリブルしていくわけですよ、真ん中を、うん、そうです。これね、そう福西さん、これ前半は、はい、コバチッチがメッシにマンツーマンで、はい、ついてましたね、もうそれこそ金魚の糞みたいにずっとメッシについてたんですよ、はい、そういうこれね、ハンドル一発最初、うん、ジダンがそういう戦略で来たんですよ、うん、確か。でね、前半は 0-0 で折り返したと思いました、うん、そうでしたね、そうでした、はい、でそのコバチッチがマンツーマンでメッシにつくということを逆手に取って、うん、でメッシはわざとそのスペースを作ってラキティッチを生かしてっていう試合の流れだったんですよ、はい、そこがすごいんですよ。もう完全にトップ同士だからこそこう戦略もそういうふうに抑える、それをまた逆手に取る、そうなんです、そこで空いたところを使うみたいな、はい、だから私前半終わってハーフタイムに入った時、あ、これバルサ勝ったと思いました。思ったんですか。あ、メッシこれきっとよし、これを利用しようって思ってるなって、はい、もうそれ本当ものの見事にそうやったから、ええ、なんだ私って見る目あるな、私監督もいけるかもなんて思ってそれは冗談ですけど、いや33回は確実にどのバルサの関係者よりも見てると思うんで、そうですね、一番戦略に長けてると思います、はい、本当に思いましたね、あの時は。福西さんは前半終わった時にどう思ったんですか。まあ、やり方を変えてきたなと思います。それはレアルがバルサに対してもちろんメッシにつく、うん、はい、そしたら明らかに攻撃の質が下がるので、はい、やっぱそこを抑えに来ることをしてきたなっていうのは僕が逆の立場から見ると、はい、合ってるというか、うん、前半は我慢する形、はい、で取れればいいかなっていう感じのレアルの受け方だったの で、ね、仕掛けるとしたらレアルだバルサだろうなっていうふうに前半終わって思いましたよ、はい、ね、すごいブーイングでしたもん ね、 これね。そうだ、前半のうちにレアルとしては取っときたかった、うん、そのオフサイドの時とか、ね、うん、取れてたらまた流れが変わったの で、はい、またメッシはコバチッチなんかこう一人ぐらいっていう形でもっとボールもらいに行ったと思いますよ。そうですね、はい、それは選手が変えていくので、はい、ある意味で言うと前半ゼロで抑えれたというかゼロでいったっていうことは、うん、バルサの方が有利だったと思います。そうですね、なるほどね、うん、まあ、でもこんだけブーイング受けても3点ポーンと取るっていうのはやっぱすごいな、ね、シーンと静まり返る雰囲気の中 ね、 アウェーでもね、大勝という形になったわけなんですけれども、本当です、はい、でね、私一つ、はい、そのゴール、はい、ゴールシーンで私の中ではもうちょっとここ近年ではもうベストゴールだと思うのは、はい、昨シーズンのクラシコ、うん、3-0 でアディショナルタイム、もう残り数秒でメッシが、はい、左サイドにぶち込んだゴール覚えてません？あ、ちょっとクラシコで、あ、ちょっと外れちゃいましたか？かけます？はい、3-0 で、はい、勝利したやつなんですけど、はい、あのゴールはもうまさにバルセロナだったんですよ、はい、もう言っていいですか？どうぞ。ね、
まずねピケからブスケツ、はい、ブスケツからセルジ・ロベルト、はい、セルジ・ロベルトからジョルディ・アルバ、はい、ジョルディ・アルバからメッシ、はい、メッシがゴール、はい、もう見事なビルドアップで、はい、あれはねもう興奮しました。あれ残りね、うん、10秒ぐらいだった、覚えてる？残り10秒ぐらいだったんですよ。であの時にメッシがユニフォーム脱いでね、はい、こうサポーターにこうやって、はい、うん、もうあれはもう本当にもうバルセロナっていうゴールでしたね。あれだってつなぐって考えますか、はい、普通は自分で普通ロングボールでしょ、はいはい、時間もないし時間もないし、あれをね5人がつないだんですよ。でやっぱりみんなのパスが正確 でちゃんと分かり合って感じ合って、ここにメッシが走り込んでくるだろうなっていうジョルディ・アルバのあのマイナスの、いやもう完璧でしたね。あのやっぱり福西さん、こう例えば代表チームとかもねそうだと思うんだけど、はい、トップ選手だからこそのお互いの信頼感ってやっぱあるわけでしょ、きっと。あります、あります、もちろん。彼だったらやってくれるとか、ね、もちろんですよ。代表チームだから、そう日本の例えばね、日本代表だとトップ選手たちが集まってるからできるプレーっていうのも福西さんの中であったりとか、もちろん。そして個人の選手の特徴っていうのをみんな知ってるから、そうですね、ロングボールで蹴ると相手になる、うん、相手のボールになる可能性がある、だったらもう逆サイドでもいいからつないだ方がいいわけですよ、うん、で右のサイドのね、いつもサイドばっか高い位置にいるし、ね、じゃあ相手が抑えてくるから逆サイドに行こうよ、うん、でもこの人はこれだけ蹴れるから受け手がこの位置にいようっていうのも信頼感があるので、そしてプラスバルサのすごいのは、うん、その先を見て動いてるから。そうなんですよ。メッシも右でちょろちょろってして左に行くの分かってるから、うん、もう左に行ったら相手はもちろんもうこっちに左を見るわけで、はい、そしたらその隙を見てパッと入るっていうのはもうね、トップというかこうイメージがトップ同士のつながりっていうのはやっぱありますよ、本当にね、はい、レベルが高すぎてうわーって本当私はあのね1点にはもうバルサイズムの哲学がもう全部凝縮されてる気がして、あれはちょっともうすごい最高のゴールでしたね、はい、ルミコさんがねこれだけ愛してるあのバルサですけど、サッカー選手もみんな、まあ世界にはね強豪トップクラブと言われるチームが何個もありますけど、その中でもサッカー選手はやっぱりバルサのサッカーが好きな選手多いじゃないですか。いやもうかなり多いと思いますね。これなぜなんですか、なぜバルサは特別なんですか、サッカー選手から見ても。サッカー、まあまず自分たち主導でできる、やっぱりボールを持ってつないでって自分たちが考えるままやれるわけじゃないですか、うん、もうそれが第一前提、楽しいわけでしょ、はい、もうでもそれでもやっぱ攻守一体なので、はい、取られた時には守備しなきゃいけないけど、はい、すぐ守備になって取って、うん、また自分たちで攻撃できる、そして技術が高いのでつないでいける、うん、そしてレベルが高いからイメージと共有がレベルの高いところでできてっていうと絶対楽しいですって、そこに身を置きたいって気持ちになるわけですね。絶対楽しいですって、やっぱそれを目指してるし、やっぱサッカー選手もそうですし、見てる人もサポーターもやっぱこう守備してる姿より、はい、もちろん守備してる姿ってすごいんですよ、大変ですし、だけど、まあ、ディフェンシブハーブとかよくわかりますよね、だけど、はい、取って攻撃してる自分たちが主導権を握ってるっていうのはやっぱりより応援にも力が入るし、そうですよね、楽しいですよね、楽しいですよね、それがやっぱバルサのチームにはあるなって思います。そうですね。あとね、私的にはですね、はい、やっぱりもうバルサっていうともうメッシを潰せ、それこそもうイネスタはヴィッセル神戸に来てくださいましたけど、はい、イネスタに仕事をさせない、ボールを持たせないっていうふうに、はい、もう相手チームがみんながもうガチガチに中を締めてブロック作って守ってくるじゃないですか、なんとか点取らせないように、そこをもう両サイドねうまく使いながら、もう本当に横のもうピッチをもう大きく使いながら崩して、あのスペースのないところをこじ開けてくる、あれがねもう本当に見てて楽しいんですよ。爽快感はあるでしょ、ね、だから相手がこうやって守ってんのにそこ突破するって、うんね、やっぱり苦労はしてるわけですよ。そうですよね、でも動きながら細かいボールが使ったりそのロングボールを使ったりって、うん、いろんなバリエーションもあるのでやっぱ見てても楽しいですよね。そう、もうなんせ緩急がありますからね、はい、ここ通すかっていうとこ通しますから、ね、
あれ本当針の糸をザッといきますもんね。あえてそこを通してくるっていう、なんかやっぱりこう難しいところを選んでる感じがするんですね、はい、私なんか。あれなぜ難しいところを選ぶかっていうと、ええ、もう取られても、うん、頭にあるんですよ。そうですね、ある程度、うんうん、あ、そうなんですか、はい、で取られた時のことを考えて、考え、そうですね、次の守備できるところを通して、そうですね、で もしくは取られなくても、うん、もうイメージが共有されてるから、はい、そこを突破できたら相手のもう 穴っていうか、ね、はい、そこを突破できるので、そこがもうちょっとレベルが違いますね。そうですね、うん、はい、まあ、本当にバルサを防ごうとしたら11人全員、まあ、キーパーの言って10人全員を防がないと防げないレベルでやってるということがまたバルサのスペシャルなところですね。すごいですね。ちなみに今日会場に来ていただいた方は、はい、うん、ウェブ上でファン投票でもベスト試合っていうのを選んでいただいた方の中から選んで抽選に来ていただいたんですけれども、はいはい、今ご覧になっている方も、ね、たくさん投票いただいたと思うんですが、皆さんの投票ナンバーワンもクラシコ、同じ12月23日の、レアルマドリード戦が1位でした。じゃあ、皆さんどういう価値観で選ばれたんでしょうね。どうなんですかね。私たちと同じですかね。まあ、相手がレアルだからっていうのも、ね、もちろんそうですよね。それはありますよね。ね、他のチームに比べてやっぱりレアルのスペシャル感はある。そこに勝ってるっていうところが ね、うん、そうですね、やっぱり選ばれてるかもしれませんけどね。はい、で、ちょっと理由も聞いてみたいなと思うんですけど、どなたかね、うん、じゃあこの中でレアルの試合に投票した人ってどなたですか。ちょっと選んだ理由を言いたいっていう方いますか。言ってみたい。お、はい、いいですね。素晴らしい。ユニフォーム着た。ちょっとマイクがありますか。今来ますね、はい、もし言えたら言える範囲のお名前と、はい、なんかバルサネームでもいいですよ、はい。メッシと同じ誕生日なので、お、メッシでお願いします。日本のメッシ来た、はいはい。やっぱり、まあ、相手がレアルマドリードということで、はいはい、まあ、そちらを選んだのと、まあ、今、私の息子が7歳なんですけど、初めてバルサの選手をライブで一緒に見たんです。こちらのクラシコ、まあ、9時からだったんで、はい、一緒に見ようかということで、それで、まあ、前半は抑えられてた感じ で、はい、で後半一気に爆発してスアレスの1点目で息子と抱き合った、はい、やっぱり一番思い出があるので、この試合にを選ばさせてもらいました。ちゃんとサッカー教室応募しといてくださいね。しました。あ、さすが。でもさすがです。これに当たっちゃったんで、そっちは当たらないのかなと思ってます。いやいや、楽天さん、一応もう一回抽選の入れといてくださいね。公平にね、ちゃんと中には入るようにしておきますから、抽選ね。はい、いや素晴らしい。ありがとうございます。バルサがつなぐ親子愛、本当です ね、なかなか背景がね、いいですね、なかなかハグしませんよね。そういうのがなければ ね、スアレスありがとうって感じですね。ありがとうございます。日本のメッシさんでございました。はい、さあそれではですね、続いてはバルサと私というテーマで、ルミコさんと福西さん、お二人の目線でバルセロナをさらに語っていただくということなんですが、そのきっかけとして、バルセロナファンのルミコさんに、はい、歴代選手の中からのバルサベストイレブンを選んでいただいたんですよね。これがね、いや、これルミコさん選べます？選べませんよ。だってこんなに見てる人が選べないですって。はい、本当にですよね。もう選べるわけがない。もうごめんなさいって落とさなきゃいけないわけでしょ。そう、要は選ばない人の方が大変ですよね。選ばない人が大変。選ばなきゃ、だってバルセロナにいた選手みんな好きなんですから、それを11人に絞れって酷ですよ。そうですよ ね、ですよね。本当にすいません、もう酷な企画で。もうでもルミコさんなら受けてくれると思ってきっとオファーをしちゃったんだもの。まあそうなんですけど、だからそのことを踏まえて、はい、まあ、聞いていただければいいんですけど、なんせ私はやっぱりこうできるだけ、はい、記憶に新しい人をやっぱり優先しました。なるほど、うん、ちょっと画像が出るんですよね。ベストイレブンドン、はい、はい。キーパーはテアシュテーゲンですね、はい。ディフェンスが、アウベス、ピケ、マスチェラーノ、アルバ、ミッドフィルダーがイニエスタ、ブスケツ、シャビ、そしてフォワードにメッシ、スワレス、ロナウジーニョ、はい、433ですね。これ見たくないですか、これ。これは、ここロナウジーニョだけは直接やってないかな。え、メッシとやってます。メッシとはやってますけど、うん、はい、あとは大体でもつながってるかな。いや、インニエスタもシャビもやってますよね、うん。でもちょっとこれは見たいですね。見たいでしょ、はい。
すごいロナウジーニをここ入れてきたっていうのは面白いですね。やっぱりもう引退ね、はい、なさったし、やっぱりそのロナウジーニョを見てメッシは成長した、はい、でメッシ の, 最初のゴールをアシストしたのもロナウジーニョですし、やっぱり私はもうシャビ、イニエスタのこの2人はもう見たいし、これは、ね、今でも見たいですし、はい、あとはバルサにブスケツはもうなくてはならない選手、本当ですね、ね、これは確かに見たいな。あれだけそのスピードはない、はい、でいや本当ですよ、スピードはない、はいはい、体だって華奢、はい、だけどもう抜群の性格性とその理解力、うんうん、それから頭の回転の速さ、はい、足元のうまさ、うん、状況判断、うん、もう心臓ですから、はい、あの位置に、はい、日本代表でいうと福西さんの位置ですね。いや僕はもう全然大したことないので、これすごいな、これ見たいですよね。だってこれ抑えるって抑えられないわけじゃないですか。抑えられないです ね, ねでロナウジーニョは、まあ、僕ロナウジーニョやったことあるので。ああそうですよね、そうだ、あの選手からまず取れないでしょボールですね。となるともうだってどこでボール取るので、取れない間にいろんな選手が動けるから。そうなんですよ、これもどこでも点取れるしね。はい、で私はね個人的にマスチェラーノも好きだったんですね、はい、うん、彼のやっぱりもう責任感っていうか、うん、もうあのね175センチぐらいですか、うん、あの小柄な彼がリバプールから来た時はもう僕はこのバルサのスタイルに合わないって、うん、もう本当に自信をなくしたらしいんですね、はい、その彼がセンターバックでどれだけバルサに貢献してくれたか、はい、もう彼の体を張ったディフェンスはね、もう本当感動しましたから ね割り切りましたね、うん、どちらかというと本当に、ね、ボランチをやってて、僕ら見てきたんですけど、ね、もう割り切ってディフェンスラインを、新たなディフェンスラインというか、ね、小さい人でもできるよっていうのは見せてくれた選手ですよ ね, そういう意味では日本の選手にも夢を与えますよね、はい、そう思います、うんうん、どうですか福西さんはこのラインナップを見て、もし自分だったら後入れるとか、うん、そうですね、いっぱいいますよね。キーパー大丈夫ですか。いやキーパーもね今年本当手足提言は成長したんですよ。そうですね、今年は確かに当たりましたね。昨シーズンまではクラウディオ・ブラボが正キーパーだったんですけど、はいはい、彼がマンチェスター・シティに行ってもう全然出番がなくて、そうですね、で彼は手足提言は2番手だったんですね、はい、ところがもう本当にもう最終節もうギリギリまでオブラクとサモラ賞を争っていて、5点失点がね聞きましたね。そうですね、うん、でも彼の成長は著しいので、うん、まだまだ伸びると思ってるし、はい、彼のいいところはもう動かないんですよ、うん、もうギリギリまで見る、うん、でも本当にファインセーブっていうのはもうたくさんその救ってくれたので、結構ねこう合う合わないってあって、はい、ね、こうどっしり構えてる、うん、選手か、はい、それともこう反応がいて身体能力が高いっていうのが、うん、まあ、あるんですけど、はい、手足提言の方が悪さには合うのかなっていう感じはします ね, ですね、はい、ある程度守備の組織もしっかりしてるし、そんなに回数来ないわけですよ、うん、その中でやっぱり どっしりと構えてる方が安定感っていうことではある、うん、合うかもしれないですよね。僕はね、ドイツ人なん で, そうです、ね、手足提言の今シーズンの活躍は、うん、この後のワールドカップにとってノイアーが怪我明けなんで非常にありがたいなと。本当ですよ ね, もうね、本当に成長してくれてよかったという。本当そう思いますね、素晴らしい、ね、また一つ要ができたなという感じです、はい、歴代のなんかバルサのキーパーから手足提言選ぶルミコさん、すごい、ありがとうございます。いや成長度も知ってるみたいな、もうお母さんみたいな今発言でしたもんね。もう親の気持ちですよ。もう本当です、ね、よくここまでこの子が成長してくれたって感じですよ。シーズン通して見たからこそこう言えるね。本当に、本当ですね、うん、どうですか福西さん、他になんか
いや僕は本当にイニエスタとシャビのコンビみたいです。これですよ。こればっかりはもうどの翼くん美咲くんぐらいでしょうねレベルですね、はい、もう変えられない2人じゃないかと、はい、いつでももう見たいですね。そしていつもいつも一緒なことをするわけじゃないわけですよ、うん、相手のこと考えてとか、うん、今のチームの状況を考えてとかを変えてくれる2人なので、うん、前の3人はなんかこの2人いたら楽なわけですよ、はい、そうですね、いい状況でパスくれるから。本当ですよ。だからこの2人プラスだからブスケツってこの3人はもう どうなっても変えられないなって思いますですよね。黄金のもうこの3人、はいはい、に、まあ、今じゃないですけど2トップにして中盤を1人、うん、まあ、メッシなり下げるか、うん、もう そのぐらいしかないんじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、まさにね、あ、ごめんなさいどうぞ。あのダニー・アウベスを選んだのは、あ、そうですね、はい、あのメッシに一番アシストしてるのは彼なんですよ、うん、なるほど、ええ、だから右サイドバックに入れた。そうなんです。でやっぱりもう完璧でしたからね、うん、やっぱりメッシに点取ってほしいですもんね、はい、ルミコさんね。やっぱりあのメッシもスアレスも活躍できるのはそういうね仲間のアシストが完璧だからゴール決められるわけで、うん、あの確かに、うん、ボールの出どころもね、そのアウトサイドがあるからインサイドも生きてくる、はい、っていうことですよね。そうなんですよ、うん、リバウド入れてもいいな。え？いやそう言い出すとね、キリがないんですよ。なんかね、昔の人も入れたらこれどうなるかなって。いやだからもう本当そっか、いっぱいいますね、新しいってね。濃くなんですよ。ルミコさんがだってテーマを決めないと。そうなんです。これもう、ね、逆に無限に。そう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 、いつの時代から選ぶのかって話はありますからね。お父さんと子供ぐらいだから合わねえんじゃねえかとかね。まあまあまあ、あの一応現役最高の時というようなニュアンスでね。だからもうできるだけそのまあ近い、うん、近い過去の人を選んだんですけど。はい、ね、さっきそういえばその 4-4 にしてって福西さんの話もありましたけど、ネイマールが移籍して、はい、やっぱりこの結構そのシステム変えたっていうのは福西さん、はい、やっぱりバルサにとってはすごく良かった。そうですね、良かったというのは言えるんじゃないかなと思います、うん、まあ、結果論ですからね、うん、まあ、ある程度こう結果も出したのでそれは良かったなと思いますけど、はい、バランスは良くなったと思います。そうですね、はい、近くなるし中盤が多くなればなるだけ近くなる、うん、はい、3人の時はもう3人が行けっていう、はい、どちらかというと速いサッカーっていうのが多かったんですけど、うん、現代のサッカーもやっぱ速いサッカーが主流だったので、うん、バルサもそういうサッカーができるっていうのは、まあ、見せてもらいましたけど、うん、でもやっぱバルサらしいっていうと中盤多くて、うん、後ろからドーッと攻めるようなのが僕はもうずっとバルサを見てきた時はそう思ってたので、うん、やっと戻ってきたかなというか、そうですね、はい、そういう感じで受けましたね。ルミコさんもうなずいてますね。いやもうね、ネイマールが出た時はこの野郎と思ったんです正直出やがってと、でもなんだ、うん、なんかより良くなったじゃんってなんかいい時の、うん、あのバルサに戻ったなって、うん、でジョルディ・アルバもね、うん、すごいもう今もう、はい、だからスペースが空くから。そうなんですよ、前の、うん、ネイマールがいた時は上がれなかったですから3人前にいてね、でネイマールとジョルディ・アルバも割とやり合ってましたからね、はい、だからあ彼もなんかさらにまた生きて、うん、だからこれはなんかいろんな意味でもう活性化したなっていう感じがしましたね、はい、今シーズンは、まあ、これやっぱりバランス、うん、ですね、まあ、難しいですよね。サッカーってどの選手でサッカーをやるのか、うん、はい、どのフォーメーションに選手を当てはめるのか、うん、まあ、監督大きく挙げると2つこう考え方があると思うんですけど、うん、はい、バルサの場合スーパースター軍団だからこそのきっとどうしようかっていうのは絶対福西さんあると思うんですよね。だからネイマールがいるからもう3トップぐらいにするしかないでもあるし、うん、ネイマールはこう外でもらいたがるので、うん、あの張ってしまうと、はい、そしたらいつもジョルディ・アルバ上がってたんだけど、うん、そこラインの外から上がってたりしましたもんねそれかもう今は前主流っていうか中に切れ込むものもあるんですけど、やっぱそういうのもこうちょっと遅れるとそれもうレベルが高いと防がれるので、うん、そういう意味ではこういなくなったスペースを使い合えるっていうことでは良くなりましたよね、という、まあ、本当にこうサッカー選手が素晴らしい選手が揃っててもバランスがちょっと変わると全く変わるということですが、本当ですね、まあ、だから面白いですね、面白いですね、でそのバルサの選手たちが、いよいよ来月は
といってももうすぐ来月ですからワールドカップ、はい、本当ですよ。もう4年間待ちましたよ、はい、ついに来ますよ。あのちょっとチームはバラバラになりますけどね。ただね、サッシャさん、はい、私もうすでにワールドカップロスなんですよまだ始まってないですよ。始まってないんですよ。ロスってもうだって始まったら終わるわけじゃないですか。7月半ばに終わっちゃいますからね、もう寂しいんです今から今から1ヶ月半後が寂しい。もう毎年ワールドカップやってほしいぐらいそれ選手たちもきっと思ってると思いますよね、もう最高のね、うん、舞台がね。はい、でも4年に1回だからこそより、まあ確かにそうです、思いも高まるということでね、はいはい、じゃあどうするんですか、レムさん。どういう応援の仕方するんですか。前大会2014年ブラジル大会は、はい、あのブラジルですから、はい、あの日本の真夜中じゃないですか、はいはい、だから都合が良くて、ね、64試合全部生で見たんです。ほー、全部生で見れたんですよ、時間的に。予選リーグの最終試合は2画面で見たんですか。じゃあ2画面です。すごい。だからちょっと病気なんですけど。いやいやいや、目がすごいなと思いました。でもアルゼンチンにねメッシがいます、はい、対戦相手にもいますってなったらどう応援するんですか。まあ、メッシは特別としても、あのブラジル対ドイツとか。申し訳ありません、私はもうアルゼンチン優勝してほしいんです。じゃあまあまあそういう見方は。じゃあそれ以外、それ以外、例えばスペイン対クロアチアとか。そうですか。スペイン対クロアチアだったらどういう応援の仕方するんですか。イニエスタなのかラキティッチなのかみたいな。だからあのスペインとポルトガルがやりますよね。あ、やりますね。あれはもうスペインでしょ。イニエスタ頑張ってほしい。あ、まあ、そう選手の優先順位。そうですそういう見方ですね。選手だからこの、クロアチアと、アルゼンチンが困りますね。ラキティッチ対メッシ。ラキティッチとメッシですから、まあ、でもやっぱりメッシですけどね。ですよね、はい、そこはあんまりでも本当は悩まないでしょそこは ね、はいはい、ちなみに今代表選手で選ばれているのがアルゼンチンがメッシ、ウルグアイスワレスでしょ、はい、ブラジルがコーチーノパウリーニョ、フランスが、デンベレ、そしてユムティティ、スペインがイニエスタ、ピケ、アルバ、ブスケツ、クロアチア、ラキティッチなどなど、うんうんうん、もうみんな代表選手ですからね。じゃなきゃもうバルサに入れないですからね。本当ですね。あと主力ですからね、国を背負ってるのはその選手たちですから、もうそれ見てれば楽しいですしね。あと手足提言もいますね、ドイツでね、など本当にすごいメンバー。すごいですね。ワールドカップの見どころ的には福西さん。これね難しいんですよ。でも組織化されてきてるんですね。もう本当に南は、うん、あのアフリカ大陸のチームももう組織化されてるし、昔はね、はい、個人技でやるっていうイメージがあったアフリカのチームも、はい、はい、だけだって言われてたんですけど、今もう組織化されてるし、うん、今度は組織化されたヨーロッパのチームが個で今度は打開しに今入ってるんで、うん、やっぱそのせめぎ合いが今見どころだと思うんですよ、うん、はい、あのまあ、当然ルミコさんはアルゼンチン応援してますけど、はい、いやもちろん日本も応援してますよ。日本の話もします。ここは言っておかないと。日本は当たり前としてもだからそれ以外に注目すべきチームってどこですか。僕は2014年で一番決勝が楽しかったなと思うのは、はい、メッシのチームって言われてたアルゼンチン、うん、そしてドイツは誰が出ても強いって言われてる組織化されたチーム、はい、ある意味で組織対個っていうところが分かれてたので、はい、楽しくこう見れた、うん、そういう機会は今回もあると思うんですけど、でもやっぱ僕はあのね、2014年のブラジル大会でブラジルがドイツに負けたでしょう、はい、その時ちょうど現場にさせてもらったんですけど、はいはい、あの時の空気感がもう蘇るぐらい覚えてて、みんな泣いているわけですね。本当でしたね。そうなってくるとブラジルの選手の気持ちって相当入ってると思うんですよ。なるほど、雪辱を。はい、だから僕今回ブラジルちょっと注目して見ていこうかなと思って。はい、そしてね、ルミコさんもおっしゃっていただきましたけど、日本ですよ、はい、やっぱり日本に関してはどうですか。頑張ってくださいよ、まあね、状況的にはね、はい、追い込まれた状況ではあるんですけれども、はい、どうなんですか元代表の立場で言うと、はい、今監督変えるって相当時間ないんですよ。もうそれは分かってると思うんですけど、自分が選手だったら不安ですか。試す時間がないんですね。試す試合がないと言いますか。じゃあ監督がどういうサッカーをしたいっていうのを練習で今やってるじゃないですか、はい、3バック試したりとかで、でもそれを試合で選手は試したいんですね、うん、相手がいて
でどうなるかっていうのがないので、はい、選手もドキドキしてる部分があると思うんですね。でも割り切ってやるしかないわけ で、 そうです、ね、やっぱそれ監督と本当にコミュニケーションを取らないと厳しい戦いになるのは、もともと厳しいんですけど、うん、もっと厳しくなるので、うん、もう本当に監督と選手が一体にならないといけないと思います。ね、グループどのグループ入っても楽なグループなんてないわけですけど、でもそれでもやっぱり突破しなきゃいけないし、まあ例えばブラジルと同じグループになってないわけですから、やっぱりねこうルミ子さん突破してほしいですよね。いやーもう見たいですよ、ね、もうとにかく1試合でも多く長くもうあのピッチでね輝いてほしい。もう日本中で応援しましょうよ、とにかく本当に。これ1試合選手が3試合あるわけじゃないですか、この3試合ってもすごい経験なわけですね、個人にとってもチームにとってもプラス1試合できるって相当日本サッカーのためにはプラスになりますから、やっぱ1試合でも多く真面目な、まあ、大真剣な相手がもう真剣な大会っていうのはやっぱり経験させて行きたいなと思いますけど、 それ頑張ってもらわなきゃいけないですね。だから、あの31日メンバーがまあ最終的に23に選ばれる予定になってるんですけど、はい、ポーランド、セネガル、コロンビアを勝つために、まあ、今現状その、はい、もうちょっと多く人数を選ばれてますけどから見て、もうどうやってやれば何が必要なのか、福西さん。技術はね本当にもうそんなに2、3日とかね、1週間、2週間、3週間とかで上手くならないわけですよ。もともと日本で一番上手い選手たちが集まってるわけですからね。確かに。そして海外の選手はやっぱコンディションはちょっと崩れてるというか、ね、あのまた上げなきゃいけないので、シーズン終わったからね、はい、終わったばっかりですから、休みを少ししかないですけど、それで上げなきゃいけない大変さもありますけど、日本は特にもう組織で勝つしかないわけです。そうですね、個人はさすがに1対1でやっぱ海外の選手勝てないので、その時にはチームが一丸となることっていうと、僕はもう長谷部選手がキャプテンとしてどう選手に伝えるか、そして監督に選手側の意見として伝えるかっていうのがもっとスムーズにいかなきゃいけないので、大きな役割を担ってるんじゃないかと思ってます。福西さんに見習ってほしいですよね。やっぱり最初にガーンと言っといて、こう甘いゲームやらせないよっていうこう相手にね。いやそれ大事ですよね、大事ですよ、ね。でも冷静に試合を見るっていう、そういう福西さんの、もうようなプレーを見たいですね。そうですね、ねはい、だからもう気合い、もう最初からこの目線のピーって言った瞬間からドーンといって、でももうずっとピークできないの、試合の中で。その中でまたちょっと落としながらっていう、うまくできたらいいかもしれないですね。スタートダッシュは必要ですね。日本人ってねスタートダッシュが下手くそなんですよ。あ、そうなんですか、はい、なのでそこをスタートダッシュっていうところで、なんか緩く入っちゃいますよね、のが多いんです ね、 ね、はい、やっぱそれ誰かがっていうのはなかなかね、チーム一体でっていうよりも誰かがした方が絶対引っ張られるので、確かにね、はい、誰かがもうバーンっていった方がいいかなと思いますね。ルミ子さんはどこに注目しますか。私あの30日ガーナ戦見に行くんですよ、スタジアムに。素晴らしい、はい、やっぱり見届けて おきたいで、まあ、とにかく私がこう一押ししてた中島翔也くんがどうやら選ばれそうにないので、やっぱりこう日本の今こう選ばれた選手たちを見ると、圧倒的な個の力がちょっといないかな。だから福西さんがおっしゃったように、もう組織力でいくしかないと思うので、みんながとにかくハードワークをする、うんうん、そうですよね。もう10人誰でもいいから、どこからでも点を取るぞみたいな、はい、極端に言えば、うんうんうん、そのぐらいの気持ちで挑まないと、そのバルサのように丁寧にビルドアップなんて ね、うん、そうですね、その間にだってボール奪われちゃうことが多いんですから、はい、ワールドカップだとね、守ってる時間も多くなるでしょうしね。それを割り切ってやった方がいいですね。もう守る時間が多いからっていうのと、あと組織的に行くんだけど、結局打開するのは子っていうところもあるので、そうなんですね、こう行ったら、じゃあ小柳ルミ子が行った、じゃあ俺らはサポートしようっていうのがチームでできたらいいわけです、うん、次は俺が行くぜみたいな、そうですね、それがうまくいけば、そこまで困ることはないというか、こう可能性は増えるんじゃないかと思いますけど、強い気持ちがより多い方が勝つ、そうですね、はい、ということは間違いないですね、うん、だからあとそのコロンビアには圧倒的なやっぱり子がいるじゃないですか、ファルカオとかハメスとか、はいはい、で
あのポーランドにはねレバンドスキーというこれまたね全部バイエル みんな本当ですねすいませんもう本当に、はい、だからその彼らをやっぱり止めるという、うん、そこにボールを行かせないっていう、まあ、もちろんもう皆さんプロだからそういうことは分かってるでしょうけども、そういうことをもうやりつつ、うん、自分たちも点を決めなきゃいけないから、うん、相当神経使いますよ ね、 そうですね。私も体より頭がクタクタになるんじゃないかと思いますね選手にとってはもうワールドカップの舞台に立つ 夢の舞台、夢ですよ、ね、みんなが立ちたいところですからね、立てるその幸せを力にしてほしいですね。本当そう思います、はい、うん、さあそんなところで時間が結構来てましたので質問タイムに行きたいなというふうに思うんですけれども、はい、せっかく今日お集まりの皆さん、そして、さらにですね、今、配信をご覧になっている皆様からの質問が来ているということなので、ちょっとですねまずは会場から質問がありましたら、今日の話の流れでバルサとか今のね話出たような流れの延長でももちろん結構でございます。何か質問はございますでしょうか。挙手でお願いします。質問のある人、はい、お真ん中いいですね。こういう立ち上がりが大事なんですよ日本代表にね、まさに日本代表に欲しい逸材でございます、はい、じゃあお名前、あ、はい、お名前とかを、はい、今日は神戸から来ました。お、神戸のじゃあポルディと言わせてください。ポルディありがとうございます、はいはい、よろしくお願いします早く戻ってこい、はいはい、神戸にバルサのイニエスタが来てくれました。で、ぶっちゃけどうでしょう今のヴィッセル神戸にイニエスタ入って大きく変わるでしょうか、はい、そしてヴィッセル神戸が上がってくれるでしょうか。すみません、このバルサのイベントでこの質問いいのかなっていう。いや、いいですよ、だってイニエスタサインもここにありますから、はい、ちゃんとサインしてあるのがね。そうですよ、はい、もちろんです。はい、福井さんといかがでしょうか。じゃあ福井さんのちょっと専門的な目からまず、はい、イニエスタが来てくれることでまず個人の日本人選手がその肌で知れる世界のレベルをっていうところは大きな成長につながる。だから今後がまたヴィッセル神戸の成長っていうのは言えると思います、うん、ただこの最初の結果を出すかどうかっていうのはもうどっちに転ぶかわからないですね。こうイニエスタが我慢して、まあ、僕らの当時でいうとドゥンガが、はい、来てくれたわけですよ、はい、904年アメリカ大会で優勝して、はい、そして僕一緒に同期で入ったんです、95年にね、はい、でやっぱルンガも相当怒ってました。イライラするし下手くそな日本人がっていうことですけど、うん、そこで切れないでやっぱ地道に地道にずっとやってくれたんですね、うん、そうなると日本人選手も伸びてあとこう自分のやりやすい環境っていうのを整えていけた、はい、イニエスタもある意味で言うとなかなかボールも来ないじゃないかってポルディが降りてきた来ちゃうでしょ、そうなってバランス崩れたりするんですけど、うん、イニエスタはどちらかというとそういうふうに我慢もしながらやってもらいたいなと。そうするとベースができて強いヴィッセルが出来上がるんじゃないかなとは思ってます、うん、あとイニエスタとポルディの違いはイニエスタはゲームを作れる選手ですので、はい、基本的には他の選手を扱える。ポルディはどちらかというと前で待って仕事をする選手ですので、はい、なかなかボールが来ないってなる、うん、ということはイニエスタの方が早く会う可能性は高いなと思ってます、うん、ポドルスキーもねサッカーキャリアのハイライトだって言ってましたもんね、はい、もイニエスタと一緒にやれるのがね、はい、僕やりたいですもん、もうやれないですけど復帰しますか。いやいや、やれないですけど、はい、いやいや遊びで行きたいですねえ、その質問でねルミコさんにね、はい、イニエスタを、見るためにヴィッセル神戸の試合を見に行きますかと。私が、はい、来てます。正直言いまして追っかけます。私イニエスタを追っかけますか。もう今年の後半は、はい、それが私の仕事ですだって、はい、ついこの間まで、うん、バルサのキャプテンマーク巻いてた、はい、ワールドカップもスペイン代表出てる、はい、私の雲の上のイニエスタ、はい、日本に来てくれんですよ、こんなこと私夢のようですよ。もう楽天さんありがとうですよ三木谷さんありがとう、ね、本当に、はい、で今福西さんがおっしゃったように、はい、彼はもう人格者ですから、うん、本当にヴィッセル神戸の選手たちにもコーチも監督にも、はい、いろんなそのバルサイズムというかバルサの哲学、うん、もう子どもの頃からもう DNA に染み付いた、はい、その
バルサイズも絶対に親切に教えてくれるはずです、はい、ただヴィッセル神戸の選手たちがちゃんと素直に吸収しようという、うん、そういう姿勢で向き合うかどうかですよね、はい、そういうふうに受け入れる側が、うん、素直にちゃんと聞いてくれたら素晴らしく成長すると思います、うん、ヴィッセル神戸自体が、はい、あと長い目で見るとね、福西さんやっぱりこう J リーグのクラブってこうやって下部組織を持ってるわけですから、はい、そうすると練習場でイニエスタが練習してるのをユースとか、はい、もっとちっちゃい子供たちが、はい、これだから5年後10年後20年後、はい、っていうこともあるわけですよね。いやもう本当にそうですよ、かなりですよ。だから本当にこうそれが成長につながるんで、うん、練習場隣とか、ね、はい、海外でも当たり前じゃないですか、はい、日本もそういうふうにしていけばヴィッセルだけではなくて、うん、すごい日本のレベルは上がると思いますよ、うん、いやもうだってイニエスタが見えるんですよ。信じられないですよ本当に。いや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 、私練習から見たいですもん、うん、この素人の私が神戸に引っ越すしかないですね。あ、それもいいかもしれないです、ね、まあ昔宝塚にも来たからそうですね、元に戻るみたいなそうですね。いやもう夢のようですよ、しかもね、もう現役もう退いて、うん、もうちょっとこうもう引退もしちゃってっていう人じゃないですからね、はい、まだワールドカップに出るわけですから、そうです、まだまだバルサでもやれたでしょっていうぐらいの、このイニエスタが来るなんて。だからやっぱりその日本サッカー界、はい、それから今のプロを目指している子どもたち親御さんも含め、うん、皆さんやっぱり見に来るべきですよ、うん、見るべきですよ、子どもたちに見せてあげるべき、本当に見たいですし、うん、見せてあげたいですね、うん、生で見るべきですよね、やっぱり生です。ちょっと2時間ぐらい前に行って、はい、ピッチで練習してるところとか、そうですね、そういったところから見せた方がいいですね。そうですね、で、やっぱりテレビではなく、やっぱり実際にテレビ画面に映らない、うん、ボールを持ってない時のイニエスタの動きとかね、はい、そういうのも勉強になると思うんで、うん、もうスタジアムには本当足運んで、はい、見てほしいですね。のりこさんは全部追っかけると。私は追っかけます皆さん会場で見かけたらふみこさん真剣に見てると思いますので、はい、ご協力をよろしくお願いします。他に何かご質問ありますか。ありますか。会場内、あ、ではそちら前の男性、はい、ちょっと今マイク持ってきますのでお待ちください。福岡から来ました。プスケツが好きなのでプスケツで、はい、まあ、先ほども出てたんでイニエスタが抜けて来シーズンどういうバルサのサッカー変化があるのかなというのと、プスケツが個人的に好きなのでプスケツの役割も大きいのかな、もともとバルサイズムが強い方なので、プスケツの今シーズンと違 う、 なんかこう活躍が見えるかなというところで何か期待することがあるかなと思って、はい、質問させていただきます。本当に変わりがいないと言われているこのイニエスタが、うん、まあ、バルサから神戸に来てくれることによって、うん、バルサにはいなくなるわけですから、うん、福西さんこれどうですか、はい、そうですね、監督にもよるでしょうけど、ただ、まあ、イニエスタが怪我した時にもね、他の選手が出てきてパウリーニョもそうですけど、はいはい、やっぱそういうところでブスケツはその選手に合わせたプレーをしてくれるできる選手ですので、うん、別に誰が来てもブスケツは変わらないと思います。お、はい、それによってバルサのだから芯がしっかりしてるんで崩れないと思うんですね、うん、だからもう誰が来てもいいって思ってます。だからどちらかというと変わらない、うん、ブスケツがいる限り誰が出ようがそんなに変わらないチームができるだろうなって思ってます、うん、はいはい、ルミコさんはバルサ愛としてこのワールドカップ終わった後の次のシーズン、はい、バルサはどうですか。イニエスタはいなくなります。今もうおっしゃった通りですね。パウリーニョもいるし、うん、はい、でコーチーニョも、はい、ね、やっぱりあの子は賢いですよ、うん、皆さん、うん、どうなのバルサにって思ってた方多かったんですが、はい、私はもう彼はとってもうまいしボールも運べるし人も使えるし、はい、バルサに来てほしいなと思っていて、うん、もう8ゴールかな、はい、取りましたし、まあ、パウリーノ・コーチーニョがいればいけると思いますね、うん、
もう今おっしゃったようにブスケツがちゃんとね、肝でいてくれますから、はい、ただもうイニエスタの代わりはいないんですよ。イニエスタの代わりはいないですよね。いないです。メッシの代わりがいないのと一緒で、はい、もうイニエスタは本当唯一無二の人ですから、だけど、まあ大丈夫だと思いますよ。全然また新しいそのなんか発見が生まれるかもしれない、うん、はい、そして来シーズンこそ無敗、はい、無敗もそうですけど、やっぱりクラシコで勝って、うん、チャンピオンズリーグも勝って、みたいですね。今年ちょっと置いてきたものを、来シーズンは全部グッと、本当により世界最強クラブとしての本当です、ね、誇りをね、来シーズンは見せてくれるんじゃないかと思いますが、はいはい、さあ、なんと言ってる間にお時間が来てしまいました、皆様そうです、たくさんのご質問もありがとうございました、ウェブ上の質問もありがとうございました、でここでですね、配信をご覧いただいている皆さん、そして会場の皆さんに楽天からお得なキャンペーンもございます。見てください。はい、楽天ではようこそイニエスタ感動をありがとう全ショップ対象エントリーでポイント2倍と題したキャンペーンを開催中なんですね。イニエスタ選手のヴィッセル神戸加入を記念してエントリーで全ショップの商品がポイント2倍になるほか、イニエスタ選手がふるさとで作るワインがポイント10倍になります。イニエスタのワインも飲みたいですね。私持ってるんです。持ってるんです。飲みました？まだ開けてない。まだ開けない。開けてない、はい、なんならじゃあもう一本買っていただいて、そちら開けていただいてね、あのイニエスタの味も味わっていただきたいと思いますが、またヴィッセル神戸のイニエスタの新ユニフォーム先行販売もしております。忘れず8番手に入れてくださいね。それぞれのキャンペーンの実施期間など詳しくは YouTube の動画ページの説明欄からサイトに飛ぶことができますのでお願いいたします。はい、ということでやはり想像通りルミ子さんが言ったより1時間じゃ全然足りない、バルサ番組でございましたけれども、終わっちゃうんですか？終わっちゃうんですよ。私のエンドレス大丈夫ですよ朝4時まで行きますかじゃあルミ子さん一人でお願いしますはい、ね、1時間ルミ子さんいかがでしたか？いやもうサッカーって最高ですね、とやっぱりこう私はサッカーという素晴らしいものに出会って、うん、私の人生本当にこんなにたくさんのお友達ができて、そしてこうやってお仕事もいただけて、はい、人生バラ色ですし、もうどこかやっぱり一つ自分が愛するチーム、うん、自分が応援する選手、それを持つことによって またね、より深く楽しめるんですよね、はい、だからイニエスタが来てくれたことによってまたヴィッセル神戸もね、皆さんバルサ同様応援していただいて、うん、私ももちろんそうですし、はい、なんかいいですね、うん、サッカーがつなぐ愛、はい、いいですね、はい、ルミ子さんのまた記録するファイルの数が多くなりそうです。そうノートがノートがねノートをお持ちなんですよね皆さん私本出したんですよ、サッカーも。あ、ご存知ですか？ぜひそれも一家に一冊。もうちょっと詳しくご紹介ください。パスコースがない、じゃあ作ればいいというタイトルでございます。素晴らしいタイトルです。もうこれは飯から学んだ、はい、格言でございます。すべて、はい、いろいろメモしたノートをもとに、はい、そうです、本にしたためているということですね、はい、ぜひ、ね、協力してください。これでイニエスタが来ることによってヴィッセル用のノートが何冊も増えてしまう。本当ですね、より書くことが増える、うん、ルミ子さんでございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。そして福西さんいかがでしたか？はい、まずルミ子さんのバルサ愛を感じることができて嬉しいです、はい、あとやはりもうサッカーを、僕はサッカーをしてきた立場でもあるし、うん、皆さんの応援してくれるのもそうですし、うん、こうやって、チームにサッカーっていう競技でいろんな人が幸せになれるっていいなとやっぱりつくづく思いました、うん、そして世界をサッカー、日本サッカーを目指していく上でやはり世界のこのイニエスタが来てくれて、そして、みんなが身近で見れる、応援できる、そして選手は感じることができる、そういうことでまた日本のサッカーがレベル上がるし、そうなることで皆さんも楽しくなるし盛り上がれるということで期待して今後みんなでサッカーを盛り上げていけたらいいなと思います。福西さん多分しばらくロシアに行くことになると思いますので頑張っていただいて、はい、サッカーはまた、ね、ワールドカップで楽しみにしてます。体験してますから、楽しい会場。ちなみに私も
ちらっと生かしたのですか。そうなんですね。いいですね。羨ましいね。この生で見られるんだ。最高ですね。じゃあ、あのお二人のまたね、ロシアでの活躍も、はい、そして応援もね、こちらちょっと託したいというふうに思っております。というわけで、バルセロナの優勝記念スペシャルトーク、ゲストは小柳ルミ子さん、そして福西崇史さん、そして MC は私、サッシャでした。どうも皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。